私がするようなことじゃないのは分かってる。けど、あなたに何かを伝えるチャンスは、これが最後なの。何と呼べばいいのかしら。メビウス、それと、もう一人の、私。あら、暗い？その頃の私の方が好き。そういうことなの？このホログラム映像が、博士があなたに渡したかったものです。彼女はそれを録画していました。彼女が、死へ向かう直前に。死？クライ、自分が何を言っているか分かってるの？私にとって死なんてありえない。そうね。私も自分が死ぬなんて信じられないわ。あ、これ、リアルタイムの通信。クライン、私を騙すつもりなら、そんなわかりやすいボロは残さないでちょうだい。私があんな姿だった頃、あの頃に起きたことは、全部覚えてるわ。あの頃は、記憶体どころか、古の楽園すら存在していなかった。私が自分に、メッセージを残すわけがないでしょう。その方が面白い。そう思わない？傍観者の角度から過去の自分を見つめ直す。そういうチャンスはめったにないわよ。私に感謝なさい。もう一人の私。私自身だったら反論はもう言い終わった頃かしら。もちろん、この映像を見たとき、あなたはすでに色々変わって、口数の多い人になっているかもしれないけど。とにかく、これが最後だから、気を長くして、私の話を最後まで聞いて。いい？もう一人の私。最後のチャンスとは言ったけれど、何を話していいか、わからないのよね。知ってる？実はかなり前から、私はこう決めていたの。終焉の到来なんて、どうすることもできないふりの口実に過ぎないわ。バカバカしい。バカバカしいって、そう思うんでしょ？多くの人たちにとって、メビウスは不死なの。どんな死を経験したって、生き返る化け物よ。でも、あなたなら、きっとわかるわよね。私たちは、本当は誰よりも、死を恐れてる。殺されたら死ぬ。いいえ、違う。私はまだ生き返ることができる。ただちょっと痛いし、小さくなるし、一回脱皮するだけだから。融合戦士になったばかりの頃、それが恐ろしいことだと私は気づいてなかった。あの時、自分の力に喜びすら感じた。そのおかげで、私は無限の命を手に入れ、人類の進化のあらゆる可能性を探せると思った。そう。この姿になるまではね。その時、私はあることを意識した。生き返ることは、無限の命と同等ではないの。私は死ぬ。本当の意味で死ぬの。だけど、それはいつなの？
私が10回死んだ後、それとも100回、1000回。子供に退化するとき、赤ん坊に退化するとき、それとも廃止、もしくは細胞？わからない。何もわからないわ。覚えているのは、それが私に初めて未知への恐怖を感じさせたこと。そしてその恐怖に、私はすぐに押しつぶされた。だから、進化を追い求めるのと同時に、私は本当の意味で、不老不死になる方法を探し始めた。死の影が、私に追いつけないようにしたかった。もういい。けど、それに何の意味があるの？あの日の夜中、実験がまた失敗した。ジョカは床に倒れて、帰る気力すらなかった。あの時、彼女は私にこう聞いたわ。博士は一体何のために永遠の生を求めると。私は私の知ってるあらゆる言葉を探したけれど、完全な答えを絞り出すことはできなかった。そうよね。一体何のためなのかしら。人はいつか死ぬ。そうでしょ？なら私の執着は一体何のためにあるの？私は初めて自分を疑ったわ。ふっ、愚かね。愚かだって、そう思うでしょ？けれど、それ以上に愚かなことが起こってしまった。最後に、本当の意味で私を目覚めさせたのがエリシア。かつて私が一番嫌いだった人の死だとは思わなかった。彼女の死は私にあることを教えてくれたわ。恐怖に突き動かされ、自分がどこに向かうかもわからない人たち。私が彼らを嘲笑った時は、私自身もその一員だって知らなかった。最後まで気づけなかったわ。私だって。敗者だということに。その時、私はようやく自分の心にあるもう一つの声を聞くことができた。死だけが永遠に変わらないと、私に呟いてた。あなたなら、わかるでしょう。過去の私なら、今はの際なんて言葉を、自分に使う日が来るとは、想像もできないでしょうね。もちろん、私がその気になれば、終焉の律者だって、私を徹底的に殺せるとは限らないわ。説得力がない。そうでしょう。今でも死にそうな顔をしているのに。けど、あなたはもう一人の私。自分が嘘をついていないことは、説明する必要もないでしょう。文明が途絶えて、この大地が存在しなくなっても、時間の果てに到達しない限り、私には生き返る可能性がある。だけど今は、もうそんなことをしたくないわ。メビウスにとって、今回の死は、最後の死よ。何？やっと無駄話だって気づいたの？まったく、どうして急に、こんな話を始めたんでしょうね。自分がもうすぐ死ぬって、そう感じたのかしら。これはあなたに残すメッセージなのに。メビウス。私の前で、
無限の可能性がある規定の終点に向かって収束しようとしている。終焉の降臨。もうすぐこの世代は何もない空白になるんでしょう。そんなこと全然気にしないけれど、やっぱりそうなる前にこのメッセージをあなたに残すべきだと思ったのよ。ハイヘビもクラインもこの話を聞いたらきっと私の気持ちを理解できると信じてるわ。けどあなた、もう一人の私に対して私は少し不安なの。あなたと私が直面する状況は同じじゃない。無限の道はまだあなたの前に伸びている。誰もあなたに干渉できないし、あなたの代わりに選択する資格もない。たとえ私あなたを想像したものでも例外じゃないわ。もういい。もちろんあなたはメビウスよ。もし最後にあなたがメビウスの道を歩いて私になることを選んだら、それもあなたが無限の可能性の中から自分の意志でした選択よ。何があってもあなたは自由なの。博士、休眠装置がもうすぐ起動します。こちらに。ええ、わかった。すぐに行くわ。どうやら私が徹底的な敗者とは限らないみたいね。無限の可能性、自分の間違いに気づいてから確かに私は二度とそれを所有できなくなった。だけど私はこの手でそれを想像した。そうでしょう。ハイヘビを通して、クラインを通して、そしてあなたを。あなたたちがした選択は私の無限なのだから。はあ、あなたがこのメッセージを見るのはいつの時代なのかしら。数千年後、数万年後、それとももっと先の未来。私の知ってるすべて、私たちの記憶の中のすべては、あなたがこのメッセージを見た時代ではもうすでに風に吹かれたらすぐ散ってしまう埃になっているんでしょうね。だけどあなたにとってすべては始まったばかりよ。あなたは私が作った最も完璧な作品、一番特殊な存在なの。あなたが誕生した時からあなたは私の人生の夢を叶えてくれたわ。メビウス、この世界のもう一人の私、私とちゃんと別れを告げましょう。いい。あなたになる。冗談じゃないわ。あなたが本当の私ならあまりにもがっかりよ。無限を選択？はっ、なんて無様。
私がしたいのは無限を超えること、全ての可能性を超えることよ。あなたの道なんてその中にある、取るに足らない道、それだけよ。あなたは、ん？クライン、何よその目は。まさか私が生意気な口を叩いてるとでも思ってるの？まさか彼女が死を選んだのは本当に自分自身の意志だって思っているの？何を言ってあなたは何も気づいてないみたいね。よく思い出してクライン、彼女が最後に古の楽園に来て記憶を同期したのはいつのことかしら。それはエリシアが、まさか。あら、さすが私のお気に入りの助手ね。理解が早いわ。そう、同期が行われた時、私はその隙に彼女の記憶に小さな種を埋めたのよ。ありがとうクライン、今日あなたのおかげでやっと知ることができたわ。その種はとうに芽生えただけじゃない、豊作だってことをね。あなた、どうして？どうしてって、もう一人のメビウスになりたくないからよ。私はこの手で、もうやり遂げたわ。私はもう自分を本物で唯一のメビウスにしたのだから。クライン、私の自慢の助手、今でも私を説得して私を止めるつもり？